滋賀県の最高峰、伊吹山。山の品格や歴史、個性を兼ね備え、日本百名山にも選定されている。この伊吹山は、地理的、気象的な立地条件により育まれる植物の宝庫であり、多くの希少植物やイヌワシをはじめとする多種多様な生物が生息しています。また伊吹山から流れ出る湧き水は琵琶湖と対をなす水源として多くの人の生活を支えています。今回は伊吹山が今直面している課題とその課題を解決するため市や協力団体が取り組んでいる伊吹山植生復元プロジェクトについてご紹介します。2008年と今の姿を見比べてみてください。かつて花と緑に覆われていた伊吹山ですが、今は裸地化が進行しています。この根本的な原因は地球温暖化の影響による集中豪雨の増加と鹿の食害です。鹿は地球温暖化の影響で年々その個体数を増やし、現在伊吹山には適正な生息数の6倍から20倍が生息しているとされています。増えすぎた鹿が伊吹山の植物を食べ尽くし、裸地化した斜面は保水力を失い土砂流出が進行。2023年7月の集中豪雨では登山道が崩落し、そして2024年7月土砂災害が発生し、麓の集落にまで被害をもたらす非常事態となりました。こうした中、市では県や協力団体と連携し、かつての伊吹山を取り戻すため伊吹山植生復元プロジェクトとして様々な取り組みを行っています。今回は町保全課伊吹山植生復元プロジェクト推進室からプロジェクトの内容についてご説明します。伊吹山植生復元プロジェクトでは、動物植物そして人の最適なバランスの保持を目指し、大きく3つのアクションを軸に活動を進めています。1つ目はニホンジカの捕獲強化の取り組みです。伊吹山では鹿の個体数を減らすため大型の囲い罠などにより2023年度は目標数である200頭以上捕獲しました。今後も適正な生息数を目指し、隣接する岐阜県揖斐川町や関ヶ原町とも連携して取り組みを進めていく予定です。2つ目は南側斜面の崩壊防止、植生回復の取り組みです。連携企業の協力によりドローンによる資材運搬を活用しながら、土のう筋工やアーチ式獣害ネットといった対策の試験施工を行い、これらの試験施工の成果も踏まえつつ、本格的な地産事業の要望に向け復元全体構想の調査委託を行っているところです。3つ目は山頂3合目における植生保全の取り組みです。3合目や山頂の貴重な草原群落を食害から守り、また背の高い植物から希少な植物を守るため、地元団体や自然保護団体が尽力をされています。市ではその活動のサポートや大型金属柵の設置を進めています。また今年春には伊吹山の貴重な生態系を守る取り組みとして、希少鳥獣イヌワシを保護するための取り組みを行いました。イヌワシの生息は豊かな環境の表れであり、自然界の生態系バランスのバロメーターと言われていますが、近年餌となる小動物の減少や人が巣に近づきすぎることから、イヌワシにとって子育てしにくい環境となっており、令和5年に誕生したヒナは残念ながら巣立つことができませんでした。そこで市や県関係団体が協力し、今年イヌワシが営巣したドライブウェイ頂上付近に侵入防止柵を設置。多くの方の協力により今年は無事巣立つことができました。プロジェクトを進めているのは市の力だけではありません。県や近隣自治体、
伊吹山を愛する自然保護団体の皆さん、またお申し出いただいた事業者様と連携協定を結び、多くの支援ご協力をいただいております。今後も動物、植物、そして人の最適なバランスの保持を目指し、行政、市民、企業が協力して伊吹山植生復元プロジェクトを進めていきたいと思います。伊吹山を取り巻く環境の変化、とりわけ根本的な課題である地球温暖化を止めるためには、一人一人の積み重ねが重要です。市民一丸となり、かつての美しい伊吹山を取り戻しましょう。